少年は誰かに抱きしめられた記憶がなかった。永遠に続くと思われた父母からの虐待。しかし運命の歯車はさらなる試練を少年に与えた。失意のうちに亡くなった里親との誓いを守るため、少年は自ら殺人者への道を選ぶ。その果てで彼が見つけたものは絶望か、それとも希望か。直木賞作家石田衣良が切り開く神なき世界の新たな地平。北斗、ある殺人者の回心、集英社文庫から絶賛発売中。